深川亮、深川亮、本名、深川亮、読み同じ、1974年8月19日隊は、日本のお笑いタレント、エッセイスト、司会者。また、両深川および、ロカッテマ名義で、ミュージシャン、DJ としても活動。渡辺エンターテインメント所属。神奈川県横浜市港北区出身。デビュー当初は、長髪に白いヘアーバンドをトレードマークにした。 高学歴芸人として、シアオ新社克服講座、アルトリコーダーの組み立て方、ピーターパンの血豆占い等に見られるシュールなことネタ、自虐的な笑いで、シュールの貴公子と称された。シアオ新社克服講座では、BGM、どんな幕切り、ミスターブラインドマンに乗せて、腰に手を当てて横揺れしながら、おまえん家の階段、急だな、おまえんち、天井低くない 消しゴムの角使ったぐらいで怒るなよ。お前何年時日か通ってんだよ。と、相手にちょっとしたダメージを与える、あるあるネタを発するという、スタイで人気を博した。バラエティ番組出演の機会が増えるにつれ、当初のイメージとは裏腹に、いわゆる、リアクション系、いじられ系のキャラクターが次第に色濃くなっていき、持ちネタも共演者から、滑り芸扱いされたり、 気候誌というキャッチフレーズも、いつの間にか、ポスト出川哲郎へと変貌した。滑り芸用の持ちギャグに、ティン、コラー、カチーン、シュワシュワ、ニー、ター、ニュルンなどがある。内村プロデュース DVD 特典映像のインタビューで、内村は、内 P は深川が重要なポイント、皆の、当てどこ、クッションになることで、番組が成立していると語り、対岸相手だった。 高澄剛からは、ダウンタウンと、山崎邦政みたいな関係やねと評されている。また、次長課長の川本淳一は、内 P に初出演した、際の本番中深川に、内 P 見ていて、深川はつまんねえと思ってたけど、あなた、天才ですと語ったという。デビュー当初は、上記の通り、長髪にヘアーバンドをしていたが、後に額と耳を覆い隠すマッシュルームカットになる。 当時は、共演者からしばしば、ヘルメットを取れといじられ、内村プロデュース、テレビ朝日系、以下、内 P 収録後の打ち上げの飲み会で、鎌倉一番、と命名されてからは、鎌倉カットとして定着していった、たまに、両パンとう愛称でも呼ばれていた。世界の果てまで、一って2009年10月4日放送の企画、世界のとこ屋さんでお任せで頼むとどうなるので、 トルコの理髪店にてお任せで散髪し、単髪になった。その後、いって、旧、2010年10月10日放送の企画、世界の床屋さんでお任せ、パーマで、ベトナムにてパーマをかけてもらった。2012年4月に、5時に夢中、の新 MC となってからは、スーツに合わせて、ストレートの長髪で真ん中か横分けのヘアスタイルになっている。両は、両は,は、 日本のミュージシャン、DJ、作曲家。1998年より、ロケットマン名義で活動を開始。2000年から、ロカッテマン名義し、2013年から、両深は名義での活動を開始。DJ としては、2000年からクラブミシクウェブのイベント、ロカッテマンデラックスに毎月第3金曜日の23時29時に出演。 小学3年生の頃からピアノを習い始める。デビュー前は、古敵隊の中大庫を経て、慶応義塾大学ラテンアメリカ研究会、南米音楽サークルに所属。スネークマンショーのような音楽と、コントが共存する CD を作る企画として、1998年に、小西康史とユニットロケットマンを結成し、アルバム、フライングロケットマンを発売。この時点では小西が、 音楽担当で、深川がコント担当と役割分担されていた。2000年よりロカッテマンは、深川のソロユニットに移行し、アルバム、ロケットマンデラックスを発売。前作と同様に、音楽とコントの路線で制作。この作品をもって、音楽とコントのスタイルは一旦終了する。この頃から DJ としての活動も開始。日本中のクラブでプレイし、日本中のクラブを、 ほぼ制覇していると思うと述べている。2006年8月2日、サードアルバム、愛と海と音楽と、を発売。全曲を作し、作曲し、ジャケット写真やミュージックビデオも本人撮影で制作された。2008年には、アイドルユニットコスメチックスをプロデュース。2007年5月9日、ホースアルバム、ザ・サウンド・オブ・ミュージックを発売。 2010年4月、配信限定シングル、ダンスミュージックが iTunes ストアのダンスチャートにて1位を獲得し、ほどなく iTunes ストア全体の総合チャート1位を獲得した。同曲は1週間にわたって総合チャート1位を記録した。2010年8月4日、ソロユニット以降10周年を記念したベスト版、サンキュー・フォー・ザ・ミュージックを発表。いとこであるが、 裏ジャケットのイラストを担当した。2012年8月8日、アルバム、恋ロマンティックを、ビクターエンタテインメントより発売。iTunes 総合チャートで1位を獲得した、ダンスミュージックのリミックスが収録され、配信で発売された、トリンドル、レーナ、川島愛との楽曲も収録。2013年7月、名義を、ロカテマンから、両福川へ変更し、 レーベル、手のひらレコードを設立。同レーベルから、アルバム、ライフイズミュージックを発売。同年7月24日には、映画、テッドの発売記念パーティー、テッドバーに、DJ として出演。2014年7月23日、両負荷は名義の2枚目のアルバム、ライフイズミュージック2を発売。ゲストボーカルに、アンズ、水のまり、ケイナ、 沿ってボスセが参加。8月17日には、ロカッテマン名義で、自主企画イベント、ロカッテマンサマーフェス2014、サンキューフォーザミュージック、オリック・ウィドリウム・エビスにて開催。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。